皆さん、こんにちは。ドクター P です。本日もスタジオからお届けしています。早速ですが、今回のテーマはこちらです。はい、多くの人は病気をしないで健康な生活を送ることを望んでいますが、楽して健康が手に入るのであればこんなに良いことはありません。こうした人の欲望に対して、市場は健康にまつわる食品やグッズであふれていますが、効果の怪しいものも多数存在しているのも事実です。科学的根拠、エビデンスという言葉を以前の動画で解説していますが、広告ばかりが目立って、実際には質の低いエビデンスしか存在しないものも多いです。今回は運動とビタミン D、オメガ3脂肪酸の高齢者への効果について報告した一つの無作為化比較試験をご紹介します。それではスタジオを出て解説します。実際の研究論文の内容を見ていく前に、まずは運動についての最近の研究報告をご紹介します。昔から運動習慣は特に心血管系の病気に有効であることが言われていましたが、これまで運動による病気の予防効果や死亡率を確かめた長期的な前向き研究は報告されていませんでした。2019年にブリティッシュメディカルジャーナルに住民ベースの大規模なコホート研究が報告されました。その結果、心血管疾患やがんの患者を含む中高年者では、過去の心肺活動の程度や確定したリスク因子の変化に関わらず、心肺活動が活発なほど死亡リスクが低かったと報告されています。次にビタミン D の効果について解説します。ビタミン D は腸からのカルシウム吸収を促進させます。摂取すべき最適量というのは確立されておらず、学会によっても推奨される量は異なっています。ビタミン D 単独での骨折予防効果は低く、カルシウムとビタミン D と組み合わせることで効果が期待できると報告されています。次にオメガ3脂肪酸について解説します。オメガ3脂肪酸は多核飽和脂肪酸、必須脂肪酸の一種で、アルファリノレン酸、エイコサペンタエン酸、ドコサヘキサエン酸が代表です。 EPA や DHA は魚介類に多く、 ALA はエゴマ油やアマニ油などに多く含まれています。オメガ3脂肪酸の効果にはどのようなものがあるのでしょうか。 EPA は中性脂肪を下げる、高血小板作用、動脈硬化の予防、抗炎症作用などが言われていますが、EPA や DHA のサプリメントが心疾患を予防するという質の高い科学的な根拠は現時点ではありません。またその他にも血圧を下げる効果や認知機能を改善する効果、骨折の予防効果なども期待されていますが、質の高い科学的な根拠は現時点では示されていません。ここまで運動とビタミン D、オメガ3脂肪酸の期待される主な効果について解説してきました。それぞれ単独での短期間の研究では質の高い科学的根拠は得られにくい結果となっていましたが、運動とビタミン D、オメガ3脂肪酸を組み合わせることで有意差が出る可能性があるのではないかと考えた研究が今からご紹介する論文です。2020年に米国の医師会雑誌ジャマに報告された論文で、ビタミン D、オメガ3脂肪酸、運動プログラムの高齢者の臨床成績に対する効果を調べた二重盲検プラセボ対象無作為化試験です。参加者は70歳以上の主要な併存疾患のない成人が対象で、以下の8つのグループのうちの1つに無作為に割り付けられました。主要な評価項目は収縮期血圧、拡張期血圧、身体能力、認知機能、脊椎骨折の発生率、感染症の発生率の6項目の3年後の変化を評価しました。結果は2157人の参加者のうち1900人が本試験を終了しました。追跡期間の中央値は 2.99 年で、全体的に3年後の6つの評価項目について介入の単独または併用による統計学的に有意な有益性は認めなかったと報告されています。スライドの参考文献です。これで本日の講義はおしまいです。ご視聴どうもありがとうございました。